さあ両チームのスターティングラインナップ見ていきましょう。まずはホーム金沢です。 4-4-2、 そして前節からスタメン入れ替えありません。ゴールキーパーが白井、ディフェンダー右から桜井、井上、孫泰がレオバイヤ、ボランチに藤村と梶浦、右に市原、左に加藤純也、ツートップは奥田と林のコンビです。一方の千葉です。こちらも前節からスタメン入れ替えありません。ゴールキーパー新井翔太、ディフェンダー右から松田陸、新井一輝、鈴木大輔、日高勝、そしてボランチに小林と田口、二列目田中、風間、三木、ワントップ小森、日広となっています。田口が蹴れ、直接狙ってくる、最後は鈴木の頭でしたか。右サイド、さあこれがチャンスになる。ゴール前流し込んで三木のシュート、狙いすました右足でしたが枠の上、これも決定的でした。ビッグチャンスでしたね。こぼれたボールは松田陸クリア、前線に送ります。ボール生きている。梶浦、奥田、加藤からバイヤー、クロス上げてくる、おっと、そのまま吸い込まれた。先制金沢、レオバイヤー、クロスと思ったボールはそのままゴールに吸い込まれていきました。金沢先制1-0。ここはいい崩しっていう縦パスからね、一回奪われたところをセカンドボールをもう一回回収して、まあ、クロスっていう狙いだったとは思うんですけど、まあ、いいところにボールが飛んでいったっていう感じですかね。まあ、足の振り方見てても中の林選手に合わせようという意図は感じましたけど、縦パス一本で田中、ここはうまく落ち着く、右流れて風間、中で三木待っている。田口、柔らかいボール、右、あとナイスキーピング、ここは足で蹴り出しました。ナイスセーブ、素晴らしいセーブでしたね。振り向きざま三木のシュートでしたが、ゴールキーパーの白井、前半のうちに追いつくことができるか千葉。低いボール、ゴール前、あと弾いたが、一度弾いたが白井大事にこのボールを抱えます。流れながら林追いつく、林、中には奥田、そして藤村も上がってきた、あー決め、決め、あーとサイド、サイドネットです。直接自ら行きましたが、パスをチョイスするかと思いましたけど、思い切って打ってきましたね。クロスの質を変えてきました。ここも低いクロス、さあミキ、ミキ入れ替わってポスト、ナイスキーパー、ミキのシュート、いいカード取りましたし、この切り返しうまかったですね。6本目のコーナーキック、キッカー藤村、高いボール、ゴール前、転がって押し込んだ、なんとなんと追加点は金沢、加藤純也、我慢に我慢の金沢が追加点のネットを揺らします。2-0。最初は相手が触ったんですかね。松田の背中に当たってますかね。田中選手の前に加藤選手がうまく入っていた、はい、セカンドボールをこう最後まで狙っていたというところがこのゴールにつながりましたね。田口と木田、風は追い風です。日高が蹴ってくる、ゴール前、松田陸、横っ飛び試合、ドンピシャのヘディングシュートでしたが、ここもナイスセーブ、スーパーセーブでしたね。ですね、いつもここまで何度となく得点のチャンスありました。さあそしてゴール入れるのか、最後は枠の上、小森のシュート、さあ三木前を向けるか、中で小屋、狭いところ侵入してくる、小森のシュート、横っ飛び、ここも白井が立ちはだかります。小屋、三木、
ラフィには渡らず押し戻す。そしてここで試合終了。金沢3連勝。そして待望の無失点試合2対0。千葉は再三金沢ゴール脅かしましたが、最後の最後までゴールネットゴールを割ることはできませんでした。